あのね、自分でもこんなこと聞くのすげえ変だと思うんだけどさ、あのさ、芦屋さんってどんな服が好きなんだと思う？エミ？安い服じゃないかしら。だからさ、もうわかるっしょ？芦屋さんは女の子がどんな服を着たら可愛いと思うかって聞いてんの。芦屋と何かあるの？何もないよ、何もないって。でも芦屋さんにお買い物に誘われてしまいました。そういえば鈴木梨花は何で誘ったんだ？現代日本に精通している方から客観的なアドバイスをいただくためです。